ルノー16はフランスの自動車メーカールノーが1965年から1980年まで生産した前輪駆動の中型ファミリーカーで当時としては珍しい5ドアハッチバックスタイルで登場した卓越した居住性と多用途性が評価され1966年の第三代ヨーロッパカーオブザイヤーに選ばれ184万5959台が生産され 1980年の生産中止に際してもその人気は衰えず、その頃には R16 の影響を受けて世界各国に多数の FF5 ドアハッチバック車が誕生していた。ルノーはマドラが開発したミニバンのパイオニアエスパスを1983年に発売するが、むしろこのエスパスの方が R16 の先駆的精神の後継者であると言われる。 1965年暮れには早くも当時の外車省、東京オート省で 16GL が発表され、フランス系貿易商社のタバカレラインターナショナルによって市販開始された。実際の販売、サービスは日本交通系の日英自動車などの販売代理店が担当した。あと、輸入代理店は三井物産機械輸入部に代わり、日本の厳しい安全、公害基準に パスできなくなった1973年頃まで TS が輸入された。自動車評論家、大川優はカーグラフィックの編集部員だった1970年後半、16GL と 16TS の中古車を2台乗り継ぎ、パーツ供給難に苦労しながらもそのシート、多様途性、乗り心地を絶賛した。ありがとうございます。